皆さんこんにちは。今回は、共食い習性を持つ、辛辣なモンスターたちをご紹介。モンハンのモンスターたちの共食いともなると、かなり激しくなりそうですね。では行きましょう。まずは、共食いといえばの彼女。重工中、ゲネルセルタス、出た鬼嫁。ゲネルセルタスは、スタミナが減少すると、なんと同種のオスである、アルセルタスを呼び寄せ、その場で叩き殺して捕食するという、驚異の共食い方法を取るんだ。共食いというか、もはや餌なけん？現実でも昆虫世界では、出産等の体力を消耗する行為の際は、メスが同種のオスを捕食することはありますが、ゲネルセルタスの場合は、出産するわけでもなく、食料が枯渇した、飢餓状態にあるわけでもなく、単純に疲れて、栄養補給するために捕食。いわば、夫をエナジードリンク代わりにしているんだ。残念ながら、夫食べても翼は授かりません。しかしこんな夫を非常食にしてしまう、無茶苦茶な行動の裏には、特殊なフェロモンガスを放出して、アルセルタスを呼び寄せ、駆けつけたアルセルタスは抵抗することもなく、そのまま刺激されるという、ゲネルセルタスとアルセルタスの、なんとも奇妙な生態が関係していて、この生態により、オスを取っ替え引っ替えしながら、アルセルタスと合体。連携攻撃を行ったり、アルセルタスを利用した飛行を行ったり、文字通り男を乗り換えまくり、食いまくってきた、小悪魔女子だったんだ。本当に食べちゃったら、小悪魔どころかただのクレイジー野郎ですぜ。そしてそんな夫婦愛あふれる、連携攻撃を仕掛けてきたかと思いきや、疲れたら夫を殺して、10秒エネルギーチャージ。夫婦にはいろんな形がありますね。続いては、水流、ガノトトス。ガノトトスが共食いをするというのは、なんだか意外ですね。モンスターハンタートライの生態ムービーでは、水辺で休むアクトノスに忍び寄り、水中から勢いよく上手、アクトノスからしたらトラウマ必須な、あのシーンね。このことからも、ガノトトスがゴリゴリの肉食であることは確かですが、ガノトトスの共食いは、生態同士の亜空間バトル、というわけではなく、まだ卵から孵化する前の、幼体時代に行われていたんだ。赤ちゃん同士が共食いし合うんですか？実はガノトトスは、現実世界でのお魚たちと同様に、体内で卵を孵化させる、卵体性なので、ママトトスはその体内に、無数のベビトトスの卵を抱えており、その中でもいち早く孵化したベビトトスは、自分以外の子供や卵を、すべて食べ尽くすという、恐ろしすぎる共食いの習性を持っているんだ。これから家族になる兄弟たちを共食いしまくるって、めちゃくちゃ残酷な生態ですね。これは現実世界における、大型のサメの生態がモチーフとなっていて、シロワニというサメは、体内での共食いが確認されているそうな。そう言われれば、はや、怖い目。顔つきもちょっと似てるような。そんな熾烈な戦いを生き抜いた、強い個体のみが、新たな生命として母体から誕生する。残酷ですが、一応種の存続のための、理にはかなっている生態なのかもしれませんね。生まれた瞬間から、体内バトルロワイヤルが繰り広げられていたなんて。こんだけバイオレンスな世渡りしてたんなら、亜空間タックルくらい許してあげよう。続いては、泥魚竜、ジュラトドス。ジュラトドスもガノトトスと同じように、生まれたばかりの赤ちゃん同士で、生き残るために自分以外の卵や幼体を捕食する、共食いの生態を持っています。モンハン界の魚竜種の辛辣さ半端ねえ。生存するために幼体児から、兄弟たちと共食いを始める、という点では同じですが、降水量の多い雨季になると、繁殖期を迎えたジュラトドスは、群がるように一箇所の沼地に出没し、一斉に産卵。そして共食いが行われるという、より異様な光景が繰り広げられます。地獄絵図すぎます。母親の体内で共食いを行い、熾烈な争いを生き残った強い一個体を、確実に産んでいたガノトトスは、言うならば、量よりも質タイプ。大量の卵を体外に産み落とし、そこから無数の幼体たちが共食いを行う、ジュラトドスは、質より幼タイプと、ガノトトスに比べて、さらに生々しくなっています。お魚怖いお魚怖い。そうして生き延びた幼体のジュラトドスですが、獲物を直接狩ることはまだ難しいため、小さな体を利用して、獲物の口や鼻孔、傷口などから体内に侵入し、内側から肉を食い潰すように貪ると、生態もこれまた、地獄絵図なものになっています。続いては、凶暴竜、イビル城。食い物関係では漏れなく登場してるけど、まさか共食いまでしてやがるとは。イビル城といえば、獣竜種モンスターにもかかわらず、固有種にも匹敵する危険度を持ち、自分以外の生命体は、すべて獲物と認識するほど、凶暴で貪欲なモンスターなので、その対象は同族でも例外はなく、イビル城が複数頭出現するクエストならば、実際にお互い襲いかかる姿が見れたり、切断された、自分の尻尾すらも食べてしまいます。食いしん坊にも程があります。そしてその共食いっぷりは、種の存続にすら影響してきてしまっていて、設定上では、年頃のイビル城同士は出会っても、お互いの食欲が凄まじすぎて、優先されるのは性欲よりも食欲なので、イチャイチャすることはもちろん、
仲良く群れることも、交尾をすることもなく、漏れなく共食いをしてしまうんだ。出会い頭にいきなりかぶりついちゃうって、どんなラブストーリーですか。しかし、そんなイビル城でも、特殊な条件を満たすと交尾が行われますよ。特殊な条件、それが、獲物を大量に捕食し、栄養満点な数日に限り分泌される、特殊なホルモンで、このホルモンが出ている間だけは、唯一他の個体と遭遇しても、捕食行動に入らなくなるとされ、その短期間に、成熟したオスとメスが出会うと、交尾が行われると言われています。裏を返せば、満腹状態で、かつ、限られた数日間に出会わなければ、同種であろうが、他のモンスターと同じように餌にされちゃうんだね。さすがは、鈍食の凶王。続いては、翼蛇竜、ガブラス。大型モンスターだけでなく、小型モンスターたちの中でも、共食いしてる奴らがいたんですね。ガブラスの場合は厳密に言うと、自ら同種を捕食する、共食いというよりかは、死肉や腐肉を処理する、自然界の掃除や、いわゆる、スカベンジャーに近しい立ち位置なのですが、こう見えても鈍食性が高いので、たとえその死骸が仲間のものでも、気にせずむさぼってしまうんだ。なるほど。それで共食いモンスターってわけですね。そして、体には不釣り合いに見えるほど、大きな翼を持ってはいますが、体躯が細い小型のモンスターなので、餌である死肉にありつくために、強者を利用するという、蛇のような見た目にふさわしい、高い知能と、狡猾な性格の持ち主です。特に、その強大なエネルギーから、意図せずとも周りの生態系へと変化を起こしてしまう、固有種モンスターたちにはしっかりとマークしていて、固有の動きに合わせるように、ガブラスも付近を群れで出現。確かに、固有が通った後は、ガブラスたちにとってはバイキングみたいなもんですしね。そんな、最悪とされる固有たちに、死者のように突き従う姿も相まって、ただのモブモンスターの癖して、最悪の死者なんていう、かっこいい異名も襲名しています。なんだかハイエナみたいなやつですな。しかし、ガブラスたちが死骸を分解することで、より小型な虫や、微生物たちでも捕食できるサイズになるので、いやしく、忌み嫌われやすい面はあっても、モンハンの自然界においては、欠かせない存在と言えますね。これだから大自然ってやつは。続いては、俗流、ドスジャグラス。ドスジャグラスはドレッドヘアーのような、変わった縦髪が特徴的な、我流種モンスターで、ある人から見れば可愛い。ある人から見れば鳥肌もんな、超巨大なイグアナチックな見た目をしています。私は、怖いしちょっぴり苦手です。初登場したモンスターハンターワールドの舞台。新大陸では、大食漢のモンスターとしても知られていて、アクトノスやケストドンといった、小型モンスターたちは、一瞬で丸飲みしてお腹に収納。そうして獲物の確保に成功すると、子分のジャグラスの縄張りまで移動し、地面に一部をリバースして、子分に分け与えるという生態をしています。なんだ、ただちょっと大食いなだけで、共食いまではしなそうないいやつじゃないか。しかし、いざ空腹になると気性が荒くなり、生息体の被る格上の相手、アンジャナフ相手にも襲いかかったり、喧嘩を売ってるのはドスジャグラスなのに、一方的に襲われているようにしか見えないんですが、同種であるジャグラスにも、問答無用で襲いかかるようになるんだ。結局腹減ってたら共食いしてくるのか。イビル城並みの食欲。この生態はゲーム内では見ることができませんが、ジャグラスたちがドスジャグラスから距離を置き、樹上へ移動する理由の一つには、空腹のドスジャグラスから、避難するという意味もあるそうな。餌も分け与えてくれて、あんなに優しかったのに。続いては、早朝、クルルヤック。クルルヤックは自身の習性が関係して、共食いをせざるを得なくなってしまった、ちょっとかわいそうなモンスターです。一体どういうことですか？実はクルルヤックは、卵が孵化するまでは決して離さず、自ら抱えて育てる、という生態を持っていて、その間は卵以外のものが持てず、食事行為そのものにも影響が出てしまうため、ほとんどの個体は、卵が孵化するまで絶食状態で過ごすんだ。そう？ほとんどの個体はね。ほとんどってことはまさか、空腹に耐えきれなくなると？ご想像の通りに、絶食に耐えられなかった個体は、我が子であるはずの卵を自分で食べるという、恐ろしすぎる事件が、発生してしまうケースもあるんだ。こんなとぼけた顔して、空腹になると見境なくなっちゃうあたりは、ドスジャグラスやイビル城なんかと、そっくりなんですね。しかしドスジャグラスは、空腹による気性の荒さから手下を共食い。イビル城は満腹時以外には、言うまでもなく共食いしてますが、クルルヤックの場合は、親が餓死してしまっては、結局、子供も共倒れになる可能性が高いので、どうにか親だけでも生き延びようとする、クルルヤックなりの、生存戦略の一つになっています。究極すぎる選択ですね。そんな究極の生存戦略も、幸い、ゲーム内では確認できないので一安心。そんなの目の当たりにしたら、モンハン屈指のトラウマシーンになるところでした。続いては、電流、ライゼクス。
ライゼクスは種の存続や、特殊な生態から共食いをしているわけではなく、目に映る相手にはとりあえず襲いかかる、異常なほどの攻撃性から、共食いが発生しています。異常なほどの攻撃性？ライゼクスは、大型の飛竜が相手でも躊躇なく襲いかかり、たとえ相手が戦意を失ったとしても、攻撃の手を緩めることはなく、敗北を悟って、逃走を図ろうとする相手にも、執拗に追撃を繰り返す鬼畜男ですが、そこへさらに、空腹が重なることで、同族ですら仕留めて共食いしてしまうという、恐ろしすぎる追加オプションが存在しています。こんな荒くれ者同士の共食いに巻き込まれたら、命がいくつあっても足りません。そもそもこの攻撃性は、卵から孵化した瞬間から育児放棄され、完全に放置されて過ごした、幼体時代が関係していて、生後間もない頃から自分の身を守り、自力で獲物を確保してと、厳しい自然界を独力で生きていくこととなるので、超攻撃的で、凶暴な性格になってしまったんだ。そんだけ大変な幼少時代を過ごしてたら、そやぐれて共食いもしますわな。そして特に、自分の縄張りに侵入してきたモンスターに対しては容赦なく、フラットライゼクスの縄張りに入ってしまった、ドスランポスがかわいそうなことになってたり、空の王者とも言われる強力な飛竜、リオレウス相手にも、自ら空中戦を仕掛け、五分五分の戦いを繰り広げていたりと、凶暴な性格に引けを取らない戦闘力も持っています。共食いに関しては、もちろん腹も減ってたけれど、何より同族とはいえ、無断で縄張りに入ったことで勃発しているので、ライゼクスはとんだ筋モンスターでしたね。続いては、キサキクモ、ヤツカダキ。ヤツカダキはセルタス夫妻に次ぐ、モンハン界の共食い虫で、ある意味では、妻の非常食にされていた、アルセルタス以上に、夫に対してひどい扱いをしていたモンスターなんだ。あれ以上に不幸な夫がいたんですね。そんなヤツカダキの悪用を振り返ってみると、まずは当然のごとく、ツケヒバキを刺激して、戦闘に利用していたり、産卵を控える時期となると、ツケヒバキのことはタンパク質を豊富に含む、良質な餌として認識、散々尽くしてくれたツケヒバキを、じらしてじらしてじらしまくった挙句、交尾に至る前に、しっかりと捕食してしまうんだ。ここまではセルタス夫妻と同じく、バトルアイテム兼、エナジードリンク代わりだな。そして、奇跡的に食われず、ヤツカダキと交尾することができても、ツケヒバキの存在意義は、精子の提供のためなので、受精が完了する頃には力尽きて死亡。どう転んでもヤツカダキのために命を落とす、悲惨すぎる人生となっています。まあ、いろんな意味で昇天できたわけだし、あいつもきっと、向こうでは笑ってるさ。最後は、雷神竜、ナルハタタ姫。ナルハタタ姫は、モンスターハンターライズにて初登場し、同種のイブシマキヒコはオス。ナルハタタ姫はメスに分類される、お互いに対をなす、固有モンスターです。固有の共食いともなると、スケールも凄まじそうです。ナルハタタ姫とイブシマキヒコは、今までの共食いモンスターたちとはまた違う、対をなす関係性となっているので、作中では、巡り合うためにお互いを探しており、ナルハタタ姫は産卵期に入ると、竜宮砦跡の地下に潜み、力を蓄え、イブシマキヒコは、それを守るようにハンターを待ち構えているんだ。共食いどころか素晴らしい夫婦愛です。しかし、イブシマキヒコがハンターに敗れ、地下に撃墜してくるとそのまま捕食。自らの雷を操る力に加えて、風を操る力も手に入れ、百竜の炎源なるハタタ姫として、ハンターに襲いかかってきます。共食いというよりも、もはや吸収ですね。しかし、捕食側の都合で、無慈悲に共食いをしていた、他のモンスターたちに比べると、人間の姿をしたモンスターの、突然の強襲に、最後の策として、旦那の力を取り込んだ妻が、夫婦力を合わせて立ち向かうという、ちょっと泣ける展開に見えなくもないので、共食いというよりかは、合体の方が近いかもしれませんね。初見時のインパクトは相変わらず、トラウマ級に凄まじかったですけどね。そんな感じでこのチャンネルでは、モンスターハンターに登場する、様々なモンスターの生態の解説や、いろいろなランキングを発表しているので、ハンター諸君は、チャンネル登録、コメントで、応援してくれると嬉しいぞ。では最後までご視聴いただきありがとうございました。